英語を勉強してたんですけど、喋るってことほとんどスピーキングに関してはやっぱり恥ずかしさというか難しいって思い込みがあったので、ずっと避けてたんですよね。まあ一人で勉強してることが多かったので、スピーキングそもそもやらなかったっていうのがあるんですけど、それがまあやっぱお互いに応援し合って褒め合って やるとですね、やっぱその苦手意識が変わってくる、嫌いだと思ってたものが実は好きになったっていう、それが大きいですよね。はい、